田村さん、田村さん、はいはい、自立支援医療制度のことをもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？はい、いいですよ。自立支援医療制度のどういうところが知りたいですか？精神科の医療費が安くなるっていうのは分かったんですけど、うんうんうん、どのくらい安くなるんですか？ほう、まあ、通常は、医療費の負担っていうのは3割、自己負担は3割だと思うんですけど、自立支援医療制度を使うと1割負担にまで安くなります、うんうん、そんなにお得やったら早速使いたいんですけど、どうすれば使えるんですか？はい、うん、この手続きっていうのは今通われている精神科でするのではなくて、担当の窓口、役所の窓口で行います。障害福祉課など市区町村によっては、まあ、名称は違うかもしれませんが、必ず関係の窓口がありますので、そちらで、手続きをしていただければと思います。まあ、あの手続き自分でするのは難しいなという方は iWorks でお手伝いもしますので、ぜひご相談してみてください。